カリプソは土星の第14衛星である。テティスとほぼ同じ軌道を公転しており、テティスのラグラン受点に存在するトロヤ衛星の一つである。1980年3月13日にダンパスク、ーケネス・サイドルマン、ウィリアム・ A ・ボーム、ダグラス・ G ・カーリーによる地上からの観測によって発見された。発見の報告は7月31日の 国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S1980S25 という仮符号が与えられた。その後の観測でも複数回検出されており、その度に S1980S29、S1980S30、S1980S32、S1981S2 という仮符号が与えられている。 これらが全て同一の天体であることが報告されたのは1981年5月18日になってからである。その後1983年9月30日にキリシア神話に登場する海の女神カリプソにちなんで命名され、サターンフォーティンという確定番号が与えられた。カリプソはテテティスと同一軌道上にあり、テティスの後方にあるラグランジュ天に存在している。 このような衛星はトロヤ衛星と呼ばれる。テレストも同じくテティスのラグランジュ点に存在しており、こちらはテティスの前方のラグランジュ点に位置している。なお、カリプソがテティスと同じ軌道にあり、力学的に安定なラグランジュ点に存在することは1981年に明らかにされた。この状態は軌道力学の観点から言うと、テティスとカリプソが一 一の平均運動共鳴を起こしていることを意味している。土星の他の小型の衛星や小惑星と同様に、カリプソは不規則な形状をしており、重なった大きなクレーターを持っている。また、表面の物質は緩くしか結びついていないため用意に移動することができ、このためクレーターの形状をならして滑らかな表面に近づく。カリプソの表面は非常に反射率が高く、 カシコーデのキカアルベドは1.34になる。この非常に明るい表面は、エンケラデスの南極領域から噴出して、いい感を形成している微小な氷の粒子が、降り積もっていることが原因だと考えられている。土星探査機、カッシーニの観測により、カリプソは氷に覆われていることが判明しており、表面には、地滑りの跡のような模様が確認されている。ありがとうございます。